しっかりと今から言うことを話し聞いてください。卒業式まであと13日です。で、そのうち学校来るのが、7日じゃあ8日か。何が言いたいか、卒業式まで時間がもうほぼない。練習する時間も取れない。で、今回のこの2時間が正直めちゃくちゃ大事で、当然だけど885人おるんだから全員が集中せんと当然だけど進まん。一人でも集中力阻害とるやつ、集中力ないやつおったら進まない。 OK。 だからこの50分、100分、1時間40分をしっかりと集中してやること。 OK。はい。で、まず最初に、卒業式の基本となる起立、着席、ここの部分練習していきたいと思います。じゃあ行きます。在校生、職員、卒業生、起立。遅い。おい、何回目やこの練習。後ろ、右真ん中、お前も遅いよ、お前。卒業生、在校生、職員、着席だ。話を聞いて、ちゃんと働かせる頭を。なあ、話聞いとるやつバレたな。感覚でやっとるやつバレたな。お前代表やぞ、お前。集中せんか、お前さっきから、お前。あ、後ろ二人、お前、さっきからお前、全然話聞いてないけど、お前、次なんかやったらお前、出てもらうからな、お前。卒業生、在校生、職員、起立。はい、そうですね、これ、起立して、最初に行われるのが、卒業生の、3年生の中の代表の、アザッスが、前に出てきます。で、これは今から先生が、3年生の、卒業生代表アザッス前に出てきてください。というふうに言ったら、前に出てくる。まあ、これ前回やったから、大丈夫と思うけど、一応確認。いきまーす。卒業生代表アザッス、前に出てきてください。行きすぎ。お前さ、前回何を言った？前に出てきたらここのバッテンで止まって、礼、来賓の方たちに礼、で、前。あ、もう一回やるよ、お前。あ、そう、着席から、席から戻れ。はい、キリッツ、代表のアザッス前に出てきてください。まず前！なよなよしすんな！はいはい、礼。来賓の方にも礼！で、前向く。そう。で、話し終えました！そしたらどうすんの？だからさ、待て。そんなに、形、礼しときゃいいよって問題じゃない。どけお前。終わりました。礼、止まれ！礼、お前の真似したのか？おい、これ全員だぞ！今こいつだけで言っとるけど、全員だぞ！全員で共通するからな。お前の真似したのか？みっともない。礼したら止まる！礼したら止まる！で、行く。シャキシャキせ！あ、向け！止まる。そう。で、来賓の方、そう。はい、そう。それで行け。で、戻る。で、戻りました。座りました。そしたら、その次、校歌斉唱です。で、校歌斉唱を歌うときは、体型を変えます。言ったと思うけど。で、真ん中よりこっちの人は若干ずれる。で、真ん中よりこっちの人も若干ずれる。で、これ、テキパキやんないと、正直言って、冷める。オッケー。で、そこのところしっかりやってください。で、次、卒業証書授与ですが、こう歩いてきます。で、こちらへの礼は、これ省略。オッケー。なんで、こっち来たらこう前に。で、前に。で、前の人が動いたら動く。
自分主導じゃない、後ろ主導じゃない、前の人が動いたら動く。それでいくね。OK。で、卒業証書に関しては、返事がすべて。OK。しょうもない返事しとったら、その3年間表すから。OK。親御さんたちももちろん来るんだから、しっかりと立派な、自分の最大限の返事をしてください。OK。晴れ舞台だよ。はい。では今から行きます。もう一度今のところをやっていきます。在校生、職員、卒業生、グッズ。音を立てない。今お前だけだよ。800人以上おるんだよ。お前だけ。普通に撮ってもいい。なんでこたつ。やり直し。在校生、職員、グッズ。在校生じゃねえだろ、おめえ。で、何人立っとんや、お前。お前ら卒業せんとけ。呆れるよ。お前ら何、在校生なの。え、あ、もう一回行くよ。在校生、職員、グッズ。卒業生、職員、着席。